亀岡祭山ぼこの模型亀岡祭りは、京都府亀岡市で、毎年10月に行われる区は山の神社の、霊祭である。中でも10月23日から25日までの3日間、行われる、山ぼこ行事では、きらびやかな化粧品で飾られた、引山や、柿山が、城下町を彩ることから、丹波の祇園祭、亀岡の秋祭りなどとも言われている。 古い土地の祭神を母体としながらも、丹波亀山藩主をはじめとする支配階層の祭神をも合詞したくは山の神社の祭礼を媒体として、領民との和合を図る中で、同藩の保護の元町州の祭りとして、取り行われてきた現代の亀岡の伝統的なお祭り。祭り行事、保護形式の山は、桑山ぼ子、八幡山ぼ子などと表記される時もある。 ほとんどの引山は2013年までは木の車輪を使っておらず、鉄の補助輪を使って動かされていた。補助輪にはハンドルもあり、方向の微調整が簡単であったが、2014年からは本来の木の車輪を使った巡行が全ての引山で復活した。進行方向の方向の微調整も、祇園祭りの矛と同様に木のくさびを使って行われるようになった。なお、 交差点での方向転換は、祇園祭りのような辻回しは行われない。すべての引山に昔から木製の方向転換装置がついており、狭い辻の多い城下町の巡行での方向転換に使われるほか、武行役の市長が行う、くじ改めの際に、引山を一回転するときにも使用される。ありがとうございます。